べながらですね、その児童のことを過ごしてもう少し前だったらこう子供さんがたくさんいらっしゃってですね、おそらくゲームをしたりとかおもちゃをこう渡したりしながらこう勤めて、その児童坊の文化っていうのはこれやっぱり関西に結構根強くてですね、関東に行くとあんまり児童坊って聞かないですし、東京なんか歩いててこう児童さんに出会うってことは少ないんですけど、こう関西は奈良でも歩いてたら次々にこう児童さんが立っていたりとか、その児童信仰がですねかなりこう根強い文化だなと思っていて、でこれ私この関西の児童坊っていう行事は、ね、なかなかいい行事なんです。でどうしていい行事か、一つは子供が喜ぶですね、集めるようになったら前にお地蔵さんありますけれども、ここにこう子供さんが、小さなお子さんがこう抱っこされていたり足元にいたりするんです。でああいうですねお地蔵さんの姿がこう出来上がってきたっていうのはですね、割とこう新しい文化なんですね。で戦後水戸供養というのがこう流行りだした。でこのお地蔵さんというのはですね、六道といってこう天国とか人間の世界、それからこうガキの世界、戦争ばっかりする畜生っていう世界があったりとかですね、それから地獄ですかね、でそういった六つの世界というのをですね、私たちこう生まれ変わり立ち変わりっていう、これ六道輪廻って言うんですけれども、それは苦しみの世界です。でこの苦しみの世界全部に入り口で立ってくださっているのがお地蔵さんだと言われていて、でこのお地蔵さんがその地獄の入り口でこう鬼が現れてそれを動かしてしまう。でいくら瓦を積んでもですね、鬼が邪魔をして救われない。そんな時にこのお地蔵さんがですね子供を救う、まあ、そういう話があって、でそれがこう水戸供養というですね、子供の供養をするというですね、日本の習俗とこう融合してですね、お地蔵さんは子供を守るんだって言って、こう地蔵坊に子供を供養する、まあ、そういう文化が来たんですけれども、実はお地蔵さんってその子供を守るだけの意味じゃなくて、さっき言ったように六道っていろんなところでこう守ってくださって、つまり私たちが生きているこの世界と仏教の苦しみということなんだろうと。この個人主義が進んでですね、まあある意味で、個人の自己責任であったりとか、困ってても事情によってですね、頑張っていく、まあせいぜい共助でやってよって、そういうふうに言われてしまう社会なんですけれども、まあ、こんな社会にあってですね、まあ、隣の人にどんな目を差し向けるか、まあ、そういうちょっとしたお手伝いの心遣いというものと思いがあるんですけれども、どうやってこう地域のですね、まあ言うなればつながりであったりとか、みんなでやってきたこうお手伝いの気持ち、まあ、大切なことだと思います。まあ、そういったことをこう受け継いでいく、まあ、機会なんだろうなということは、少し心に留めて。